今日もよう飲ませたったわ。ねえママ、ここ何？しげちゃん。うちの子じゃ。タイです。カタイです。おばちゃん本当にここで撮るの？何？なんちゅう世話の焼けるガキじゃ。かっこいい名前じゃな。ペニーちゃんって呼んで。タイジ。こんなんまるでままごとじゃん。分かった分かった、もうポテトチンしちゃるけ。あ、じゃあもう降り。レンチンポテトはようないな。あ、なんじゃあんた。しげ子いう女がここに来とるじゃろ。チート借金の取り立てに来たんやけど。おお、タイジ君、探したで。お、また思うなったの。あ、待って、タイジ。年、いくつなんだや。5歳。何？何歳やで？5歳。おいじゃ、しげちゃん借金に追われて夜逃げしたいうことね。店の客の言うたあなたにだけ教える絶対に儲かる話に引っかかってしまったらしいや。なんでそんなベッタベタの詐欺話に。それでどこにおるんじゃあの女は。じゃけうちも知らんのんじゃ。おお、そうかい。大事な友達カバンはええけど、それは自分が身代わりになるいう覚悟があってのことやろうな。おばちゃん、ポテトばっかりで予行食野菜がないな。野菜は夜食わしちゃるけん、もう黙って食え。大二君もひどい女に預けられたもんやな。預かった覚えはないわ。なあ、困っとるんはあんただけやないんやで。借金埋め倒されたらわしかって大赤字なんや。うちにどうせっちゅうんや。だから女の居場所さっさと白状せえや。こっちはな、あのガキ売り飛ばして借金返してもらってもええんやぞ。やってみーや。あんなガキ知ったこっちゃないわ。おらんなった方がせいせいするんじゃ。まあ今日は挨拶に来ただけやし。させてもらうわ。大二君、おばちゃんの言うことよく聞くんやで。おっちゃん、また来てな。甘いもんに弱いは母親譲りやな。細いネギじゃなくて太いネギにして、納豆は太い方がええけ。それで母親とは連絡ついたんか。いけんわ、電話にも出ん。このまま母親が戻らんかったらもうどうするつもりよ。恐ろしいこと言わんで。あんな疫病神すぐに追い出すけ。しかし英子ママが子育てとはな。川に浸かった英子ママもう傑作になったろ。ずぶ濡れで大地君をこう睨み上げよって。あれはまるで鬼じゃったな。トビちゃん、トビちゃんのたまったツケ今日取り立っても別にええんよ。いや、ちょっと待ってやママ。
ありゃまるで鬼じゃったな。どうせうちは鬼なんよ。廃車の中で寝ていた母子が熱中症、母親は軽い脱水症状、話しなさい、子供は心肺停止、話しなさい。子供の名前は？名前？話しなさい。子供の名前なんてないですよ。いつまでも決められんかったみたいで。あるわ、考えたんじゃもん。まあ一番かわいうて大事な名前考えたんじゃもん。誰にも教えんよ。うちしか読んだらいけんの。うちしか読んだらいけんのじゃ。ええ加減答えてや。あんたが喋らんにはいつまでたっても終わらんのんで。ちゃんとし。あんたのせいで子供が死んだんで、何があったんかちゃんと話しんさい。学校も行かんでフラフラ、ええ加減な生き方しょうって。父親もわからん子供産んで邪魔になったんじゃろ。違う、赤ちゃん可愛かった。ものすごい可愛いって。可愛い可愛いって人形じゃにゃんで。そんなん分かっとるわ。うちが産んだんじゃ。産んだだけで偉そうなこと言わんで。産み通ってもおめえ母親もおるんよ。自分の赤ん坊も大事にできて。そんな向きにならんでええじゃないですか。偉いこと言わん。自分のことパワーで命を大事にせんのが許せんのよ。こんな派手にワーワー泣けるも自分が可愛いだけのことよ。自分なんか何も可愛いないわ。うちなんて何もええとこないし、何もできんと思うのって。その英子があんたがバカな末で死んだよ。おい、ただの過呼吸じゃ。ちょっとビニール袋持ってきて。はい。自分が子供を持つ資格のない人間って忘れんとき、あんた鬼じゃ。おばちゃん、どうしたんよ。あんたこんな時間に降りてきて。まだお酒飲みよるん？そうじゃ。お店終わったんに？今日一日頑張った自分へのご褒美じゃん。ご褒美ばっかだな。分かった、もうご褒美はこのくらいにしとっけ。あんたははよね。しげちゃん、ま、いっぱい。何しとんじゃボケ。ウルトラライチャーにご褒美なんじゃ。どんなままごとじゃ。うちで一番高い酒なんで。
仕事ばっかり出しよって薬味神が居候するんじゃったらな、ちょっとは役に立つことやってみ。じゃて、おばちゃん、月払わんともう飲ません言うとったよ。こんなムックな子供をつかすとは卑怯やぞ、エコママ。相撲と月は待ったらしないよ。大志くん、月っちゅうもんは漬物と一緒でよーくつけんとうまくならんのんで、うん、俺今日のところはこれ持って帰り。大志くん、こんなところで何しとるん？これ鬼ババめ、子供に机の取り立てさせるなんて虐待じゃ。欧米じゃったら裁判勝てるで。欧米？欧米って強いん？もう見てられんわ大志くん。うちの子になり、うちのママはちゃんとご飯作ってくれとるし、あんなババアじゃなくて綺麗で可愛いよ。僕おばちゃんとこでなっとる。ママが帰ってくるけ。なんてけなげなんじゃ。大志くん、当たる世間は鬼ばっかりじゃけんね。ペン姉ちゃんも鬼みたいじゃったで。なんか？どうした？大志くん。ペン姉ちゃん。なんかおる。言ったけ。なんでつけじゃのうてカラスの稲なんじゃ。相撲とつけはよーくつけんといけんけ。今すぐ元のとこ返してこい。ダメよ、弱っとるし猫に襲われたらどうする。それが自然界の掟いうもんよ。鬼鬼ババじゃあ、そうじゃ、うちは鬼じゃわ。おばちゃんは鬼じゃないよ。新しいベッドも作ってくれたんよ、うん、この子、ママんとこ返してあげたい。ママもきっと心配しとるけ、この子もママに会いたいけ。人間の次はカラスのガキか。おばちゃん、クロジもお風呂入らんと。クロジはええの。なんで？クロジずっと外におったんに。ひなじゃけ溺れるじゃろ。なるほどな。ちゃんと頭も拭かんと。僕自分でできるよ。クロジが僕の目の中で泳ぎよる。あ？世界で一番ちっちゃい海は見えないよ。
僕は黒字を見とるけ。黒字は目の中で泳いよるん。ポエムじゃな。いかにもシゲちゃんが言いそうなことじゃ。英語にしとるんよ。黒字のママもすぐに迎えに来るけえな。どうじゃママ子育ての方は。最悪じゃが。ママに子供の世話は無理じゃろ。そうじゃ、どうせうちは鬼じゃしな。じゃっけ今日からつけりゃ飲まさんけの。今日はちゃんと持ってきとるって。そう怒るもんでもないでママ。キシモ人って知ってるやろ。キシモ、なんねそいつは。キシモ人知らんか。キシモ人はな、次々と人間の子供をさらってく鬼でな。うちはそこまでしとらん。いやいや先を聞けや。見かねたお釈迦様が岸本人の子供を隠してな。なんで？岸本人に子供を亡くす辛さを味わわせるためよ。子供のことが心配で岸本人は必死に子供を探したんじゃ。そんな岸本人にお釈迦様は子供を食われた親の辛さが分かったかって諭してやったんよ。お釈迦さんも意地くそ悪いな。訴えたら勝てるで岸本。いやそういう話やなくてな、改心した岸本人はその後なんと子供の守り神になったんじゃ。鬼が子供の守り神になったっちゅう話ね。そういうことじゃ。さすが石橋さん博識じゃ。ええ話を教えてもらうだけ今日は一杯おごるわ。おええんか。伝票はこっちにつけとっけ。じゃあママにはわしから怒るけ。ほんならわしも怒るわ。トビちゃんはつけ払うてからじゃ。ほうじゃ払うけ。今日もよう飲ませたったわ。も黒字もうちの目の中で眠っとる。うちもちゃんと見守れるようになるんかな。おばちゃんがご飯作ってくれるよ。え、えこママが料理よ。驚きすぎじゃろ。いや今夜は雪でも降るんかの。いやまさか小金日が来るとはの。なんがわしがママの店で飲むことあってもエイコママがうちで買い物してくれるいうのはこれは今夜雪じゃの。自慢児が家計圧迫しとるけ自炊するだけじゃ。早持ってき。おいおい。おばちゃん、ん旅行食野菜も買わんと。今買っとるじゃろ。えらいの大社君。よっしゃこれお待てしちゃうけ。おお、エイコママが買い物なんて、いやもう今夜はね。雪は降らん。みんなこんなんようやるな。おばちゃん、切るのは野菜だけ。ん？部屋で待っとれ。
母にもやればできるんじゃな。あ、米田くん忘れた。カレーって焦げるんじゃな。大事、塩おにぎりができたで。なんじゃ、寝とるんか。何それ、クロジ死んだん？このこと胎児には内緒な。なんで、どうせ分かることじゃろ。大二は黒字に自分を重ねとった。それが母親にあえまま死んでしもうたなんて知ったら、あの子とても耐えられんじゃろ。そうじゃけど、今はちゃんと嘘ついちゃるのが守り神の役目じゃろ。上手に嘘ついちゃるけ、嘘は夜の女の仕事じゃ。見たって言うけん、黒字届けに行ったんよ。そしたらな、お母さんからすな、黒字くわえてビーンと寝て3回回って大事にありがとうって言うとったよ。どうで、ほんま？ほんまほんま。ほんまよ、お姉ちゃんも見とったもん。じゃよかった。でも僕らって黒字のやりたかったね。大二くん、ね、寝とったし。怒ってくれればいいよ。じゃあ黒字のお母さんに会わしちゃるわ。俺あっこよ。いっぱいカラスがおる。クロジのお母さんじゃ。どれ？あれもこれもよ。どれや？どれがじゃなって、あれもこれもママなんよ。カーカー泣くんはな、クロジのことがかわいいかわいいってママが泣いとるんよ。そうなん？そうよ。じゃあクロジはママと一緒に飛んでるんじゃな。一杯飲ませてくれんかの。氷のおっちゃんじゃ。おお、大二くん、焼き鳥こうできたね。
そんな怖い顔して店に立ったのかいな。それは失礼。今日もお疲れ様でございましたね。ありがとうママ。お疲れ様でしたな、ウルトライジャー。ありがとう、タイジ。それで女寝場所を言う気にはなったんかいな。じゃけんうちも知らんのんじゃ。ほんまによ。じゃあ今日は利子だけでも払ってもらうぜ。なんでうちが。本人が見つからんのやから身内から取り立てるのは当たり前やないか。うちは身内じゃないわ。子供預かったのは身内みたいなもんだろ。そんな違法行為じゃろ。出るとこ出ちゃろか。わしは懲りがしやぞ。違法でも何でもあんたをこの町から追い出すことぐらいわけないや。わかるやろ。どうぞ。しげちゃん全部でいくら借り取るん？それは知らん方が幸せやと思うが、言うとくとな。なんや、焦げ臭くないか。預かるって決めたんよ。あんたが決めても世間はほっとかんのじゃ。ママはどうしてたかな。ここでお別れじゃ、大事。おばちゃん。